今年の年越しは友達と集まり百物語をすることになった。ろうそくは用意せず、スマホに記録することにした。順番にそれぞれが用意した怖い話を話していく。最初はみんなどんどん怖い話を話していき、それなりに怖くもなり、いい感じだった。ところが80話まで行くとだんだん話がなくなってきた。それでもここまで来たんだからということで、最後の100話目。という話。うわぁ、最後が一番怖いわ。本当だね。てか、何も起きないじゃん。いや、本当怖かった。最後、誰が話したの？すると、みんな私じゃないという。そんなはずはない。スマホで話数を確認すると、99話までしかなかった。え？すると、奥の方で声が聞こえた。俺だよ、俺。と、声がする。A ちゃんがパニックになり、壁に向かって走り出す。みな、顔が真っ白になる。B 君が吸い込まれるように、声のする方に消えていった。B 君は、一向に戻ってこない。誰も、見に行く勇気もない。しびれを切らして、一人が叫びながら、部屋を出ていく。そしてみな、逃げるように、部屋を出ていった。翌朝、声が聞こえた方に行ってみると、そこは壁だった。何にもない、ただの壁。あの声は、誰？そして、未だ B 君は、行方不明のままだ。